ジョン・ポール・ジョーンズは、イギリスのミュージシャン、作曲家、マルチプレイヤー。同国のロックバンド、レッド、セッペリンのベーシスト、キーボーディストとして知られる。愛称は、ジョン・ジー。身長173センチメートル。ケント州、シドカップで生まれる。父親のジョー・ボールド・ドウィンは、1940年代から1950年代にかけて、 アンブローズ・オーケストラなどのビッグバンドでピアニスト及びアレンジャーとして活躍した。彼の母親も音楽ビジネスに関わり、家族は共に英国中を演奏旅行できる環境にあった。ジョンは父親からピアノを習い、やがてビッグ・ビル・ブルーンジーのブルースやチャールズ・ミンガスのジャズからラフ・マニノフのクラシックピアノまで興味を抱く。その後、 ケント州のクライストカレッジ寄宿学校に入り、そこで正式に音楽を学ぶ。14歳で地元の教会で聖隊指揮者兼オルガン奏者となった。同時期にはシカゴのミュージシャン、フィルアップ・チャーチを聴いた影響でフェンダージャズベースを購入、以降1975年まで使い続けた。15歳の時に最初のバンド、ザ・デルタズに加わった。その後、ロンドンのジャズ、 ロックバンド、ジェッツ・ブラックスでベーシストを務めた。彼の大きな転機は、1962年に、ジェット・ハリスとトニー・ミーハンに出会ったことだった。ジョンは、彼らのバンドで2年間演奏した。彼ら最大のヒット作、ダイヤモンズには、ジミー・ページも参加していた。1964年になると、ジョンは、ミーハンの推薦で、デッカレコードのセッションミュージシャンとなる。 1964年から68年まで彼は多数の編曲やキーボード、ベースの演奏をこなしていた。彼がレコーディングに参加したアーティストは、ローリングストーンズやハーマンズ・ハーミッツ、ミッシェル・ポルナレフ、ドノバン、ジェフ・ベック、キャット・スティーブンス、ロッド・スチュワート、シャーリー・バッシー、ルルなど多数。ダスティ・スプリング・フィールドとのセッションでは彼女のトーク・オブ・ザ・タウンシリーズで、 ベースで参加している。ドノバのサンシャイン・スーパーマンでの彼の演奏と編曲で、プロデューサーのミッキー・モーストは、自身の多くのプロジェクト、トム・ジョーンズ、ニコ、ウェイン・フォンタナ、ザ・ウォーカー・ブラザースのレコーディングに、ジョーンズを参加させることを決心した。ジョンはさらに、トニー・ミーハン及びジェット・ハリスの友人や、クリフ・リチャードザ・シャドウズとのレコーディングも行った。これらの録音の前に、 クリフ・リチャードザ・シャドウズは歴史を変える間際にあった。彼らはジョンにベーシスト・ブライアン・ロッキングに代わって加入を呼びかけたが、ジョンは参加せず彼らは代わりにジョン・ロスティルを加入させた。芸名のジョン・ポール・ジョーンズはこのセッションワーク時代から使い始めた。同盟のアメリカ独立戦争の英雄を描いたアメリカ映画ジョン・ポール・ジョーンズのポスターを見た友人から提案されたものである。 どの場のハーディガーディマンのレコーディングでジミーと再会、ヤードバーズのアルバム、リトルゲームズでセッションした。タイトル曲でジョンはチェロを演奏し、原編曲も行った。アルバムは商業的に失敗したが、これを機にジョンとジミーは信仰を深める。一年後、クリス・ドレアが写真家に転身することを決心し、ジョンはジミーの新しいバンド、ニューヤードバーズのベーシストの第一候補となった。 これが、後のレッドツェッペリンとなる。すでにキャリアを確立していた、セッションワークを辞め、未知のバンドに参加することはジョンにとって、相当な賭けであったが、自身の芸術的創造の欲求には逆らえず、夫人の後押しも、相まって、最終的にバンドへと参加した。バンドへのスポットライトは、ジミーとロバート・プラントに集中しがちではあるが、彼の性格や、音楽的才能、経験は、 セッペリンの成功に多大な貢献をした。近年、コード中心あるいはコード分解系のリーフはページ、ベースライン中心あるいは単音系のリーフはジョン・ジーということがジョンによって明かされており、アレンジの面でも多大な貢献をしている。また、作曲の面でもジョンはセッペリンに欠かせない存在である。ェッペリン在籍中、彼は他のミュージシャンの作品にも参加した。 1969年にファミリードックのアルバム、ウェイオブライフでベースを、1970年に、ピーター・グリーンのソロアルバム、ジ・エンド・オブ・ジ・ゲームでキーボードを演奏した。マドレーン・ベルの1974年のアルバム、神が茶では、プロデュースおよび編曲を担当した。さらにロイ・ハーパーの多くのアルバムでキーボードを演奏し、ウィングスのバック・トゥ・ジ・エックでのロック版オーケストラ、 ロケストラに参加した。セッペリンの解散以後、彼は R.E.M. ハートベン・イー・キングザ・ミッションラフラデルス・バーウスブライアン・ E. のバットホール・サーファーズなどと共演した。ポール・マッカートニーのためのビデオに出演し、彼の映画やとブロード・ストリート・ギブ・マイ・リガーズ・ツー・ブロード・ストリートのサウンドトラックに参加した。1八十六年にはマイケル・ウィナーの映画 スクリーム・フォー・ヘルプのサウンドトラックを依頼された。同作には2曲にジミー・ページも参加した。1994年にはディアマンダ・ガラスのザ・スポーティング・ライフの録音とツアーに参加した。彼は自らのスタジオをサンデースクールと名付け、娘のジャシンダ・ジョーンズは同スタジオでレコーディングを行った。1999年の9月にはソロデビューアルバム ズーマリリース。来日公演を行い、レッド・ツェッペリンの曲もインストルメンタルで演奏された。また2001年には、アルバム、ザ・サンダー・シーフで、ボーカリストとしての一面を見せた。ジミーとの圧力からか、再結成には、消極的である。また、ページ・プラント発足の際に声もかけられなかったらしく、新聞で読んで初めて知ったとのこと。これを受けてジョーンズは、 後の再結成の際、今回は僕の電話番号を忘れないでいてくれて、ありがとうと、かつての仲間たちに皮肉を言っている。ただし、現在までに伝わっている彼のエピソードから、前日の件で、彼が、本当にご立腹であったかどうかは、実際のところ不明である。2005年には、フーファイターズのアルバム、いいアオナーへ参加。その頃から、 デイブ・グロールとの交流が始まり、2009年には、デイブと、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジのジョシュ・オムとの3人で、ロックバンド、ゼム・クルック・ド・バルチャーズを、結成、12月2日には、アルバム、ゼム・クルック・ド・バルチャーズをリリースし、翌2010年には、フジロックフェスティバルに出演した。ベーシストとしては、類いまれなるセンスで、幻惑されて、での沈み込んでいくようなベース、レモンソング、 強き二人の愛でのファンクの影響を受けた、リフ、ブラックドッグでのパワークランチなど多彩な演奏を行った。このようにプレースタイルの多彩さもジョンの進化である。使用機材はフェンダージャズベースをデビューから1975年頃までほぼ一貫して使用していた。その後はアレンピックなどのカスタムデザインのベースを使うこととなる。 ベーシストとしての彼のプレイはどちらかといえば堅実なものと捉えられがちであるが、その堅実とも思われるプレイの裏には、ジミーやボンゾコとジョン・ボーナムの奔放なリズム感をバンドの音としてまとめ上げる優れたリズム調整感があり、彼と同じく60年代から活躍するロックベーシスト、ジョン・エントー・イッスルや、ポール・マッカートニー、ジャック・ブルースなどを驚かすものであった。 また、セッションマン時代に培われた多彩なプレイスタイルも彼の魅力の一つであり、指引き、ピック引きを曲調に合わせて自由に使い分けることができる彼の能力は、セッペリンにおいて欠かせないものであった。ジョンは、ベースの他に、キーボード、こバンジョー、オルガン、ピアノ、メロトロン、ギター、マンドリン、ハープシコード、ローズピアノなど25種類以上の楽器を操る。 マルチプレイヤーであり、特に彼のキーボード演奏は、レッド・ツェッペリンに単なるハードロックバンドではない多様性を与えた。ステージパフォーマンスでは、ノークウォーターでの30分にも、渡る、アメージング、グレースや、くるみ割り人形、桜桜などを織り混ぜた、キーボードソロを演奏した。さらに、カシミールでの東洋町音階に、ジョーンズの幅広い思考が顕著に現れている。 グループでの彼の多様性は、トリプルネックギターを含むさらに多くの楽器演奏に及ぶ。ロックはもちろん、ジャズやファンクなど、あらゆるジャンルの音楽を好み、多種多彩なプレイをこなすが、レゲエだけは演奏していて、楽しくないからとのこと。ジョンは、ボンゾとのリズム体としてセッションしていた時のことを、次のように回想している。ありがとうございます。